一発で抜けちゃったっていうパターンと、実はあれ通常の初当たりだったっていう可能性もなきにしもあらず。15ゲームだったからね。うわいねえのか。29 30。うわいねえや。微妙。これでまあでもここで早いのはもし一発来るようなら天国から一発で落ちて引き戻しで偶数の可能性が上がるっていう感じになるんだけど、あれはまあたまたまだから通常で速いのを引いただけなんだとしたら、推定通常 B を2回スルーしてるってことになるんで、今度それはそれで奇数の可能性が上がるんだよね。ちょっと難しいねこれは。あ、まあ今のところとりあえず初当たりもまあ軽めだしいいっちゃいいんだけど、あでも今の上がってたんだとしたらちょっと伸ばしたかったね。まあとりあえずも170ゲームなんで引き戻しにはいないということなんですけども、あれがだから天国一発抜けだったとしたらこれも通常 A が濃厚になっちゃうんで、ちょっと厳しいかなっていう感じなんですけど、いや俺でもね、あの15ゲームのやつはね、あれ多分通常の速いやつなんじゃないかなと思う。うん、いやそれはねたまにあるんですよそういうことも。スイカ危ねえ、スイカ投資しなくて済んだ。もし B をループしてたんだとしたらこれは一発で上がるね。 75% ぐらいで上がるはず。だからほぼ上がる。まあこれが連チャンするんだったら、うん、通常 B だったということにしよう。しなかったら、やっぱ天国一発抜けで A だと。まあ A から一発っていうのもまあ普通にありますんでね。難しいところなんだけど。いやでもこれと起死回生の追加解除かもしれないよこれ。あれ、上がってない。臭い。ってことはやっぱり天国一発抜けで A だったってこと？解除だと、奇数で 50%、 偶数で、
60% 弱ぐらいが、まあ、6だと 60% だけど、で B に行くと、で A から B に上がるパーセントが一番高い。逆に A で追加回数だと 17% から 28% ぐらいでしか A に滞在しないんで、まあボードは動いたんじゃないかなと思うんだけどね。だからまあいずれにしてもこの次だね。幸いなことにまだ投資は3000円のままなんで、もうなんとかちょっと次の天国のところまでさっさと上げちゃわないと、ね、まあ、マヨちゃんここから一気に、ね、深いところまで連れてかれて投資がかさんじゃったりっていうこともまあ普通にありますんで、まあ、総ゲーム数っていうか試行ゲーム数がボーナスしまして600ゲームちょいで4つ目で4回、まあどっちつかずっちゃうと、おー来たー、ギリギリ45ゲーム、初当たり軽いしいいんじゃないかな。いやよくしのいでる。どうなんだこれは。すっごいのかな。追加解除する前は、まあ、あれは A なわけですよ。もうあの追加解除でここは B に上がったと思うんだよね、まあ、A 滞在と B に上がるので大体倍違うんで、まあ、共通ベルは140分の1か150分の1ぐらいを行ったり、まあ、これちょっと上がったらまたこれで、まあ、うん、まあいいですよ、悪くはないですよ。で初当たりが非常にいいと、偶数かで、まあ奇数ってなるんだったら、うん、じゃあ設定5に期待しようかという感じだし、まあ偶数だとまあ4と6って実際そんな確かないんで初当たりぐらいのもんなんで難しいんですけど、初当たり良くて共通ベル良ければまあ6かなとなるし、そこが上に突き抜けないようだったらまあ逆にまあ悪くても4はあんのかなっていうようなまあ予想の立て方なんですよ。ああ来た来た来た、ほら軽い53ゲーム。いやこれいい台だな多分、うん、全然甘ねえもん。
なんとなく。で、初当たりがものすごい良くて、共通ベルも良好と。5かな。いや、そういうことならそういうことで、がぜんやる気ですよ、これは。おし、あ、また微妙なとこで来た。20ゲームあ、難しい。いいけどね、全然いいけど。でね、回転からスタートから満卓で、まあ、回転からまもなく2時間ぐらいなんのかな。お客さんちょっとも離れないんだよね。ではまあ、これどういうことかっていうと、まあ、人に普段から、ね、だから今こうやって対応してるということになるわけなんですけど、置き時とかって本来こういう感じじゃないんですよ、割とね、短時間で、特に朝とかいいとこだけ打ってパッと出てパッとやめるとかっていう人とかも普通は結構いるはずなんですよ。それがね、こうビシッと埋まってて、ね、みんな粘ってるっていう、ね、いや、すごいことですよ。ね、ちょっと嬉しくなっちゃう。なんかまあいいんだよね、その、楽しみ方はまあ人それぞれなんで、いいとこだけ打ってパーッと出してさっとやめると、それはそれでいいんだけど、じゃあ設定があるということであれば、やっぱね、粘るべきでしょ、そこは。まあ、それってやっぱそういうもんなんだよ。ただ置き時とかの場合だと、ね、吸い込みがそれなりにきついくなってますんで、ね、一山当たったらもうそこでさっさと勝ち逃げみたいな、ね、まあ臆病風に吹かれてとは言わないけど、まあ、勝ち逃げしたくなる気持ちもまあ分かるんだけど、ほら、徹底に期待ができるという状況なのであれば、粘ってもらいたいよね。いや、まあ、そういう意味で、すごいなと思う。